してくれない人多いんだけど、しかし中国人の中にも理性がある人、中国共産党を信用しない人はこういったことを理解するんです。そういう中国人もいるんです。まあ、そういうことで、何がですか？何をやめてほしいんですか？台湾は中国のものということですよね。でもあなたもいつから台湾が中国のものになったか知らない。なぜ知らないの？台湾は中国のものでしょ。いつから台湾は中国のものになったんですか？何ですか？一直都是。そういうことだよね。あなたしょうがない、考え方違うから。なぜですか？なぜやめてほしいんですか？お前中国人でしょ。教えてあげる。関係ある。関係ない。台湾の問題は国際問題なんです。国際社会は全体が解決したいという問題は中国の人じゃないんです。そうですよ。国際社会の一致なの。台湾の問題は台湾人だけの問題。しかし中国がやるなよとしてるから、台湾への侵略でしょ。侵略の問題は、これは国際世界が国内に関心ないことなんです。話そらさないで。这一部分你知道吗？这说明台湾不是中国的一部分，是个完整的。演説した方がいい。